どうも皆さん、お久しぶりです。京平です。今回はダッチャビリミュージックビデオからこの次のこのトランジションエフェクト、こちらを解説していきます。今回制作した映像がこちらになります。それではプレミアプロを開いて編集に入っていきましょう。まずタイムライン上の並びはこのようになっています。一つ一つ見ていくと、まず一つ目クロップをここを下の方だけ 70% に調整して、あとはプリセット適用しています。二つ目はクロップのパーセンテージを変えてプリセットを追加、ここは同じですね。そして三つ目は通常素材と。それでは編集に入っていきます。まず後ろの素材を前の素材に一部重ねます。重ねれたら後ろの素材を3つに複製しておきます。複製と。複製できたら今回は12フレームなるようにしたいので、右に12進んで素材をカット。ここのフレーム数は皆さんの映像を見ながら調整してください。できたら同様に12フレーム進んでカット。下の方も調整と。ここまで調整ができたら次はクロップエフェクトを適用させていきます。まずは一つ目の方にここでクロップと検索、クロップを追加。追加できたらコントロールパネル見ていただいて、ここの下の方を調整していきます。まずはここは70で調整ですね。 70% で調整。それでは次2つ目ですね。ここに同様にクロップを追加と。追加できたらもう一度下の方を次は 30% になるように調整していきますですね。で最後の素材は何もしないと。そうすることでこのようなトランジションが完成になります。次はここにエフェクトのプリセットシェイクを追加していきます。シェイクは YouTube の概要欄リンクを貼ってるので、そちらからダウンロードしてください。プリセットを読み込みと。読み込みを押すとこのようにプリセット欄にシェイクエフェクトが追加されるので、このシェイクを追加。そうするとこのようにシェイクが適用されます。消してみるとこのような変化前変化後ですね。同様に2つ目も追加ですね。これでドンドン。次このシェイクをどこまでこうブラしたいかっていうのを決めていきます。今回は途中でシェイクをやめたいので途中で値を消去と。することでこのようにシェイクから普通のエフェクトがかかってない状態にできます。同様に2つ目も調整していきます。ここは皆さんのお好みで映像を見ながらシェイクをどこまで残したいかっていうのを決めてください。ここで消去と。これで一度全体を見てみます。この編集方法は音のビートとかに合わせるとかっこよく仕上がるので、ぜひミュージックビデオなどにお試しください。今日も最後までありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。